ドラクエ10を取り巻く課金環境の変化と、プレイヤー側の意識の変化みたいな話をしているわけですが、まあ、ちょっとね、脱線気味にもなりつつありますけれども、今から10年前、パッケージ代と月額課金料だけしかお金がかからないという状態で発売されたドラクエ10でしたが、もうその約1年半から2年後にかけまして、有料アイテムを販売する DQ10 ショップと、事務課金で様々な機能が使えるお出かけ超便利ツールが登場しました。とはいえ、当時はまだ DQ10 ショップがフリーパスに対応していなかったため、課金のハードルは高くですね、便利ツールも、まあ、そこまで、機能がたくさんついていなかったため、わざわざ、ジムを課金する必要性というのは低い状態でした。まあ、DQ10 ショップにしろ、便利ツールにしろ、まあ、そんなに頻繁に課金するようなことはなかったんですね。そこからさらに1年後ですね。まあ、今から7年ほど前になりますが、2015年10月28日ですね。バージョン 3.1 後期のアップデートとともに、DQ10 ショップが大幅にリニューアルされまして、基本的にはすべての課金アイテムがフリーパスに対応することとなりました。そしてその約2ヶ月後である、2015年12月24日の、まあ、クリスマスイブの日ですね。バージョン 3.2 前期のアップデートで登場したのが、まあ、現在私たちがよく利用しています、マイコーデ機能ということになります。まあ、これによって今まで初心者には、手の出しづらかったドレスアップでしたが、マイコーデの登場により、まあ、誰でも気軽にオシャレを楽しむことができるようになっていきました。そして私もまた、ちょうどこの頃、山猫スーツと出会い、マイコーデに登録して、まあ、その後7年間愛用しているということになります。おしゃれ機能の充実により、DQ10 ショップでおしゃれ装備を買う心理的なハードルが大きく、まあ、下がったと、いうことがあったのが、まあ、バージョン 3.2 前期の時期ですが、まあ、一方で、この時にですね、ドラゴンクエスト10を揺るがす、まあ、フィルグレアショックと呼ばれる、ね、まあ、フィルグレアショックと呼ばれるというか、まあ、私が勝手に呼んでいる、まあ、大きな問題が生じました。フィルグリアというのは、バージョン 3.2 のストーリーボスで登場した、ストーリーボスとして登場した、まあ、敵モンスターですね。で、まあ、このフィルグリアというボスがめちゃくちゃ強くてですね、私も3日がかりでようやく勝てたみたいな感じだったんですけれども、まあ、当時のプレイヤーさんの中には、まあ、勝てずに諦めてしまった。まあ、そしてドラクエ10自体をやめてしまったという人が、まあ、結構な人数いらっしゃったように感じます。まあ、その一連の出来事をここではフィルグレアショックと呼んでおりますよということですね。といっても、バージョン 3.2 の時だけ急激に人が減っていったというわけではなくて、バージョン3期間ですね。バージョン 3.0 からバージョン 3.5 まで、全体を通して、ドラゴンクエスト10のプレイ人口は、まあ、減少傾向にありました。なぜ、バージョン3期間は全体的に人が減ってしまったのか。まあ、これ、まあ、全体的な話は一旦置いておきまして、まあ、バージョン3期間全体を通して、まあ、象徴的な出来事となってしまった。のが、まあ、フィルグレアショックですよと。今回はこのフィルグレアショックですね。まあ、こちらの原因となったこと、出来事を整理しておきましょう。フィルグレアというボスモンスターが強すぎてなかなか勝てなかったということに対して、まあ、多くの批判が集まったのは、まあ、フィルグレアがメインストーリー上立ちふさがるボスであって、
総理を進めていく上で必ず倒さなければならない。倒さないと先に進むことができない。そういう位置づけの相手だったから、なわけですけれども。例えばこれが、常闇の聖戦とか、聖守護者の当選記などの、いわゆるエンドコンテンツですね。バトルを楽しみたいという人だけが挑戦して、バトルが苦手な人はやらなくてもいいよというものであれば、強すぎるよという批判は起こり得なかったと思います。過去にもストーリー進行上のボスが強すぎると言われていたことは何度かあったようで、古くは、神春食いのボス、アラグネですとか、ドルワムのボス、クアバルナですね。なんかも、強すぎるとされていたようですね。ただ、バージョン1の、ボスというか、バージョン1では、キーエンブレムを6つ集めれば、ストーリーを進行することができましたため、必ずしも、アラグネや、ガバルナを倒さなくてもいいと。倒さなくても、クリア、ストーリーを進めてクリアすることは可能だったわけですね。で、バージョン1のラスボスね。もう最後のボスも、当然非常に強力な相手ではありましたが、どちらかというと、ラスボスなんだからそれくらい強くて当たり前というふうに、受け止められていたようですね。で、バージョン2のラスボスも非常に強力で、その後ね、バージョン3、バージョン4、バージョン5で立ちふさがる最後のボスというのは、それぞれ、一筋縄では勝てない、歯応えのある難易度となっておりますけれども、ラスボスはこれくらい強い方がいいと、いうふうに受け止められているのかもしれませんね。あと、メインストーリーではないんだけれども、強すぎるという批判が出たクエストというのもいくつか存在しておりました。私の記憶にあるのは、レベル上限解放クエストですね。の中でも、フーマ・フォーゲルとか、あと、試練の獣たちとか、あとは、スキル解放クエストの、ラバードラゴンですね。このあたりは、実質、みんなやらないといけないんだよね。必須クエストになっているんですけども、それぞれのボスが強すぎるんじゃないかという声も上がっていたように思います。最近だとね、新必殺技のクエストのボスなんかも、強すぎるんじゃないかなという、声がありましたね。ただ、これらのボスというのは、闇雲に戦って、非常に強いんだけれども、パーティー構成をしっかり、ね、相手の、特性を見抜いて、パーティー構成をしっかり見直せば勝てる、ようになっていた難易度だと思います。それに対して、このフィルグレアという、バージョン 3.2 のボスは、例えば、パラディンがほぼ必須だったり、いわゆるですね、パラ、魔剣、総構成ですね。で、挑まないと、なかなか勝つのが難しいボスで、いわゆる移動干渉を利用しないと、なかなかね、勝てないと、いうことだったので、サポート仲間で、勝利すると。ね、一人と、自分一人とサポーター仲間でプレイする。ソロプレイをやっている方は、非常に厳しい、ね。勝つのが不可能に近い、そういった難易度になっていました。本当に不可能だったかというと、そういうわけでもなくて、以前ね、初心者大使のお話をした時に少し触れましたけれども、第4期、初心者大使の、ユージさんという方が、当時ね、サポート討伐を果たしております。が、これもね、かなり時間をかけて試行錯誤を重ねた末だったため、難易度としては、サポ攻略をする難易度としては非常に高かったと言えるとは思います。
まあ、とにかく他の強すぎるという声が上がったボスモンスターたちと比較しても、ラスボスというわけでもないし、アラグネとかガバルナのように、後回しできるボスでもないし、という点でですね、まあ、その立ち位置だったり難易度が、まあ、一段違った存在ですね。まあ、それがフィルグレアという、ボスでした。まあ、当時の私のね、記憶なので、かなり主観が入っておりますが、まあ、私にとってのフィルグレアとは、まあ、そういうボスだったよと。いうことですね。そして、まあ、強すぎるストーリーボスを前に諦めてしまった人も、それなりの数が、まあ、いたということのようです。ではなぜ、バージョン 3.2 において、突然ですね、これほど強いストーリーボスが登場することになったのでしょうか。まあ、単純に説明はつかないとは思うんですけども、まあ、一つね、まあ、そういう強い相手が求められていたということは言えると思います。まあ、話を、少しね、遡ってお話しすると、バージョン1の時代のディレクターを務めたのが、藤沢仁さんという人ですけれども、バージョン1の時代はですね、まだドラゴンクエスト10、黎明期で、実装済みのコンテンツも少なく、まあ、やることといえばね、ストーリーを進めるとか、レベルを上げるとか、お金を貯めて、まあ、装備を買うとか、まあ、限られた遊び方しかできなかったようなんですね。ですので、まあ、自然と、まあ、コンテンツの、作り方ですね。そして、まあ、一つ一つの、コンテンツクリアに時間がかかるような、まあ、意図してそういう設計に、せざるを得なかったというところがあるようです。ついで、バージョン2からですね、ディレクターを務めることとなった、斉藤チカラさん、まあ、リッキーと呼ばれている人ですけども、まあ、このリッキーという人はですね、まあ、とにかく、遊びが足りないと。ドラクエ10に遊びを増やさなければという、まあ、強い思いを、抱えている人でして、でまあ、例えば、カジノだったり、ピラミッドだったりを始めて、まあ、バージョン2の間にですね、まあ、多くの魅力的なコンテンツを次々に実装していくこととなります。で、さらに、既存のコンテンツを遊びやすくしたりとか、まあ、最新のコンテンツにいち早くたどり着けるように、まあ、レベル上げだったりとか、まあ、キャラクターの強化ですね、能力アップに、まあ、様々な緩和、まあ、エンゼルスライム棒であったりとか、まあ、レベル上げやすくしたりとか、まあ、そういう工夫を、いろいろ、実施していくことになるんです。で、こうしてリッキーによって施された、各種の緩和策によって、まあ、多くの人にとって遊びやすい環境というのが出来上がっていきまして、まあ、バージョンにはたくさんの人で賑わう、ドラゴンクエスト10の最盛期という風になりました。まあ、ところが、まあ、誰でも簡単に強くなれるということで、まあ、インフレが進むと言いますかね。パワーインフレが起こるというか、まあ、アストルティアには強い冒険者たちで溢れ返るように、なるということですね。で、そうなると今度は強くなっても戦う相手がいないと。もっと歯ごたえのあるバトルをしたいと。まあ、そういう声も出てくるわけです。でまあ、それらの声に応える形で登場したのが、バージョン 3.1 で実装された、常闇の聖戦、常闇の竜、レグナードということですね。でまあ、このレグナードは、バトルが好きな人たちの間で、まあ、大きく盛り上がることとなります。そうしてその流れで出てきたのが、バージョン 3.2 のストーリーボス、強すぎるストーリーボス、評価、フィルグレアということになるわけです。ストーリーボスとしては、強すぎるフィルグレアでしたが、バージョン2においてね、遊びやすくなっていった反動で、まあ、パワーインフレが起きて、今度は歯ごたえのあるバトルも楽しんでほしいという思いがあって、実装されたように思います。
マリッキーさんをはじめとする当時のスタッフさんたちがね、どの程度まで意図していたのかはわかりませんが、まあ、私にはね、まあ、そういう思いがあったのではないかなというふうに、感じております。で、バージョン 3.2 は、フィルグレア以外もですね、途中に出てくる中ボスというのも、まあ、強い相手ばかりでしたし、また同時期にね、実装された召喚符のボス、まあ、ガオー・ゴーストネルですね。もう、まあ、ちょっと強すぎるなというような難易度になっておりました。ですので、まあ、この、レグナード、エンドコンテンツとして実装されたレグナードのみならず、様々なコンテンツで、歯応えのあるバトルを楽しんでほしいと、まあ、そういう思いで、バージョン 3.2 が作られたのではないかな、というふうに、まあ、感じるというところですね。まあ、なぜ急にストーリーボスにエンドコンテンツのようなボスが登場することになったのかというと、まあ、こういう背景があったのではないかと、まあ私にはまあ感じられずにはおれないということですね。まあこれによって、まあ一部ね、ドラクエスト10を、まあ、まあ諦めてしまうというね、ストーリー進行を諦めてしまうという、まあ、人が出てきてしまったということにつながっていくということですね。というところで、まあ、少し長くなりましたので、今回はこの辺で、どうもありがとうございました。